どうこじゃ身勝手の極意宮です。今日もバーサスレート世界一の解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。このツモは開幕パフェ済みじゃないかな。パフェ済みですね。パフェ済みで、パフェが一応取れるが、相手の攻撃、まあ、TSE の方が理論上早いんで、間に合わず。しかし、その攻撃来たのをしっかり歩みの間で放ってって、うまく火力に利用していく。さあ、T スピンダブル作って、相手が、積み込みのテトリス。さあ、総裁当たる。テトリスとテトリス、もう一回総裁当たる。で、この形ですね。T スピン、上向きの T スピンダブルから STS2 にすることもできるけど、T スピン、こういう風に、シングルにしてから T スピンダブルにもできる。優秀な形ですね。さあ、しっかり操作やってて、直列を引いている、テトリスから、うまい感じに、T スピンダブルにしてって、TSD、いいですね。で、一回2ライン消して、まあこんな感じですね。相手の一番下のに、今穴バラ行ったと思うんだけど、まあこういうね、2ライン消しで、まあ意図的に送る穴バラが、意外に影響したりするんで。有効な戦術ではあるけども、しっかり相手を掘っていく。だがしかし、結構連が繋がりそうだ。J ミの O ミの、S ミの L ミの、Z ミの S ミのまで、しっかり10連までの掘り連のルートで、相手の士気を高くして、一応有利になったけども、相手も、ま、比較的直列できてるんで、問題なさそうですね。さあ、掘ってって、しっかりテトリスまで、間に合わせて直列までたどり着いてるんで、むしろ相手の方が若干有利まであるかもしれないけども、しかしこちらもしっかり火力で千鳥攻守で先読みしながら LJ イリュージョンから LJ イリュージョン。それに対して相手は積み込みの平積みですね。積み込みの平積みでどん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 火力を送る体勢だが、しっかりこちらも操作当てて、なかなか試合が動かないですね。T スピンダブルとテトリスが操作当たって、さあ早速得点が10万点超えた。さあ TSE からホリーに徹して、J ミノだとちょっと下な埋めちゃうんで、大ミノで掘ってっていいですね。これいらないしてから、テトリスでこれいらないしてから、LJ イリュージョン。それに対して相手も、テトリスから TSD で、穴的には、てか、地形的にはだいぶこちら競り上がったが、アイミの間に合うか、これ。ちょっと遠いけど、大ミノで一回2ライン停止して、アイミの間に合わせる。しかし、しっかりそれを操作外してから、テトリス完成される。テトリスを2回完成させられてから、健康をアピールされて、なんとか間に合ったか。2ライン消し間に合って、Z ミの回転危ないギリギリ間に合って、テトリスから、T スピンダブルにまとめ1間に合いましたね。で、テトリスまでしっかりもう一回間に合わせて、T ミノでライン削ってしまうと地形が悪くなってしまうんで、L ミノで削る判断はいいですね。で、こんな感じに T スピンにすると、地形が良くなって、しっかり I ミノまで掘れる。なんとか、耐えていきましたね。しっかりゴキブリ、ゴキブリを見せていき、ポリエンのルートはちょっとないんで、一回2ライン消ししてから、テトリスに切り替える。相手もテトリスで操作当たる。さあ、どうだ？相手がJミノの置きミスしているが、そうしたか。一応、Jミノの2ライン消ししたら、先読みの T スピンダブルの形になっていたけど、まあ、そういうリカバリーに切り替えて、L ミノ、Z ミノ、T ミノ、Jミノ、S ミノまでのポリエンのルートかな。7連まで結構強い。さあ、こちらもちょっと、地形が若干怪しいので、一回、できるだけ2ライン消しで相手に少しでも火力を送る体制。まあ、2ライン消してやっぱりその1ラインも送れるんでね。穴バラを、送りつつこちらが掘れるんで、ね、2ライン消しで送りつつ。しかしまあ結果的に総裁当てられたんで問題なかったけど、まあ当てられなかったら穴バラ行く可能性あるんで、ね、そこら辺の意識配分も重要ですね。さあ T スピンダブルと T スピンダブル総裁当たって20万点超える長い。さあ中開けテトリスチックで一気に決める体制だが、 T スピンダブルからT スピンミニで、ちょっとホリレンチックインしてるけど、あまり繋がらず。さあ、どん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 結構健康されて、お互い中開けてるとですね、火力重視だけど、ちょっとどうだ。さあ、積んで積んで、テトリスから TSD。テトリスとテトリス総裁当たる。で、T スピンダブルと T スピンダブル総裁当たる。さあ、これは、中開けにはせずに火力にしますね。で、ホリネンのルート見ているが、どこまで繋がる？ジェイミノまでか。いや、ジェイミノまでは繋げずに T スピンダブルにした。ちょっといまいち、いまいちうまく、瞬間火力を出せない感じはありますね。まあ、火力をちょっとずつ送ったり、途切れ途切れで送ったり、ホリネンが、いまいち繋がらなかったりといった感じで、ちょっとやっぱり、瞬間火力が強いんでね、テトリスは。それをうまく送りたいところだけども、相手の火力がなかなかやわないんで、まあ、考える時間があまりなくて、そこまで遅れず。
まあ、総裁されてテトリス送られるが、こちらもしっかり、スミノの回転入れからテトリス送る。穴的にはお互いまあまあ直列できているんで、どちらも結構火力出そうだが。さあ、掘り入れにした。掘り入れにしてって、S、おっと、ちょっとミスったか、今。S ミノ彼だったら、一応連繋がって、その、繋がりそうな形だったけど、ちょっとミスってしまった。さあ、テトリスから。さあ結構 Z ミノと S ミノを置きミスしてるんで、これは有利になったでしょう。一時的に有利になったけども、どうでしょうかね。確かに相手もビタミン満タンで、二ラン消し攻撃でこちらに穴バラをちょっと送って、まあ、少し嫌がらせしている。さあ、総裁外してテトリス送るけど、こちらも結構地形が高いんで、一回削りに行きましたね。一回削りに行って、テトリスから TSG。地形はかなりいいですね。一回削ってって、地形を平らにして、T スピンダブル、テトリスっぽい形からホリレン見てるけど、ちょっとここは、テトリスは打たずにホリレンに切り替えていきました。大海の J 海の、までか。さあ、30万点超える。35万点対36万点。非常に長い。さあ、T スピンダブル作ってて、相手も T スピンダブルから中開けテトリスチェック。まとめし体制で、TSG テトリスの地形ですね。非常に火力が出そうな地形で、いい形。さあ、こちら T スピンダブル操作やってできるバックトゥーバックがない分、ちょっと競り上がってしまって、下穴がちょっと辛くなってしまう。さあ、どうだこれは。ちょっと地形的に不利なんで、しっかり掘っていきたいところだが、アイミのアイミのエルミのまで、から2ライン消しで、しっかりテトリスにして、なんとか地形を回復していった。さあ、どうでしょうね。T スピン、シングルから、T スピンダブル。3ライン消しになってしまう。まあ、できればその、やっぱり、火力でね、その、総裁した方がいいんだけど、いまいち火力で総裁せずに、相手がもう一気に受けて火力を振って、DSD からテトリスでホリレンの3連まで、それに対してこちら3ライン消しから、一回3ライン消しで削って T スピンダブルにして総裁当てる。さあ3連までで一回削ってからの、ホリレンのルートに切り替えましたね。エルミノまで、それに対して相手テトリスから T スピンダブル組むか。やっぱり T ミノがちょっと遠いんで T スピンダブルは組まずに妥協した方に行きます。まあ、こういったところの判断は、まあ、いいですね、やっぱり。あんまり、T ミノが遠いのに、無理やり T スピン作ってしまうと、どうしても、間に合わずに、自利品になってしまうので、しっかりそこら辺の判断もしっかりしている。さあ、T スピンシングルから、テトリスやホリレンのルートで、これはまあまあ、繋がりそうではないか。4連まで、しかし、地形は非常にいいんで、有利かなと思ったけど、J ミノの機密して、T ミノの機密してしまう。さあ、これがどう影響するか。しっかりでも放ってって、テトリスにしていったが、再び T ミノの機密が痛い。さあ、T スピンシングル作って、なんとか操作やってて、J ミノに2ライン消しから、2ライン消しからの、テトリスなんで、相手のバックトゥバック付きの攻撃だけど、1ライン分プラス4ライン分なんで完全操作。さあ、ここで、火力重視の健康している。Z ミノ、J ミノまで掘り縁で、しかし相手がもう健康。だが、アイミノの機密しているのを、しっかりいいことにこちら掘っていきたいところ。さあ、穴バラまあまあ来ているが、掘り縁というか火力で掘りに行ってますね。LJ リュージョン、再びテトリス。それに対して相手が掘り縁のルートで、3連までからの T スピンダブル。総裁外して、強気な総裁外しから TSD 即座にテトリス。それに対して相手は5連までのホリエンドルトで、得点が40万点じゃない、もうすでに50万点超えている。こちら49万点に対して相手54万、やばい長い。なんだこの試合は。さあ、T スピンダブル作って、T スピンダブルから、テトリス送りたい。セドキラー相手がセットミノを気にして、オミノから、J ミノで、エルミノ、間に合わなかったか。エルミノ即座に、右側に置いて、Z ミノを置いて、T スピンシングル打とうとしたけど、致命判定になってしまいましたね。さーて、なんて長い試合だ。50万点お互い超えて、相手の結果的には最後のエスミノの置きミスが致命傷になって刺さっていく。この試合は素晴らしいですね。なんだったんだ、今のはっていう。この、今の一戦だけでもお互い体力、まあ、体力には結構自信あるけど、まあ結構消耗したんじゃないですかね。もう、なんというか。まあ、最初からね、これだとね、やばいですよね、やっぱりね。さあ、テトリス打って、テトリスと健康が総裁当たる。
さあ、T スピン作って、相手が、積み込みチックでテトリスから T スピンダブルかと思いきや、積み込みチックで体勢でテトリスから T スピンダブルですね。それに対し、今回は、こちらが積み込みチックでランカン。ランカンという技術で、エルミノで、屋根つけて T スピンシングルからテトリスの体勢で、ホリレンで、アイミノまでのホリレンのルート、で、しっかり直通までたどり着いてるんで、まとめ打ち体勢で強い地形、TSD からテトリスで、しっかり火力作っていく体勢かと思いきや、ここはホリレンにして、ゴレまでのホリレンのルート。さあ、どうだ ?T スピンダブル作って、それに対して相手 T スピントリプル。TSD しっかり操作外してから、Z ミノで屋根はつけないですね。ここを、屋根つけてしまうと、ちょっと地形悪くなってしまうんで、今のはつけないのが正解ですね。で、エルミノまで掘ってて、T スピンシングルから、TSD 作って、なんとか操作当ててって、テトリスからホリレンあるかな ?J ミノ、T ミノ、O ミノありますね。I ミノ、S ミノ、エルミノまで、6連までは結構強い。さあ、相手の地形が結構辛いの見て、そう、テトリス即座に送って、T スピンダブル作って、さあ、エルミノのキミス。おっと、エルミノ一応、はい、理論上的には入るけど、焦って、ミスってしまったが、相手 T スピンシングルから、ちょっとリカバリーしようとしてるが、こちらのまとめ打ちプラス、最後にテトリスが噛み合って刺さりましたね。エルミノでも回転入れしようとしてたのが、してたけど、ちょっと焦って、エルミノが、入らずに、それが致命傷になったって感じですかね。一応まあ理論上は入るんだけど、どうしても、まあ、即座に、早くやろうとして してしまうとミスってしまいますね。さあ、今回は、S ミノまでの4連までのホリレンのルートで、ちょっと Z ミノの大きいミスが痛い。3ライン消しから、しっかりテトリス間に合わせていいですね。こういうのはやっぱりその間に合うか間に合わないかで、だいぶ変わると言おうとしたところだが、L ミノの大きいミスが辛い。さあ、削ってって、L ミノから、三雷消しでなんとか耐えに行くが、ちょっと地形が辛いっすね。うん、厳しい。アイミノを超えなかったけど、超えて二ライン消ししたとしても、どちらにしろ厳しいですね、やっぱりね。さあ、今回は、しっかりこちらのエルミノの大きミスを相手がとがめていった。さあ、DT 砲で、お互い DT 砲で。組み方的にはちょっと違いますね。こちら DTTKI 体制。さあ、相手はDT 砲からの DT 砲体制ですね。DTTKI かと思いきや、DT キングクリムゾンルートにした。しかし、今回は一回削ってから T スピンダブル体制で、TD アタックにはせずに、テトリスにしましたね。テトリスにして T スピンシングル作って、相手は TSD からホリレンチックな感じだけど、ホリレンにはせずに火力にして、しっかり掘っていく。さあ、テトリスから、T ミノで屋根つけて T スピンダブル。で、ここ、いいっすね。しっかり高さ合わせて TSD からテトリスまとめ打ち。以外、陣内。で、ミネラル補給から、T ミノちょっと困ってますね。若干チケツレイが無理やり T スピン作って、エルミノで置いて、シングルから掘りのルートで、J ミノ、あ、いいっすね、これ。結構掘れる。Z ミノ、T ミノまで。で、即座にテトリス打てるんで、これは割と強い。で、エルミノ置いて、しっかり下穴を開けつつ、テトリス送る。から、TSD 打つけども、相手も、テトリスで操作当てる。さて、地形的にはちょっとこちら、まあ余裕、ちらの方が余裕ありそうだけど、しっかり相手ももう全然回復しますね。T スピントリプル打って、さあ、まとめ打ち体制。操作外して、即座にテトリス送る。若干積み込みチックにして、ホリレンをしっかり繋ぎたいところだが、エルミノ、オーミノ、T ミノ、アイミノ、S ミノいいっすね。Z ミノ、T ミノ、J ミノ、強い。TD アタックにしてもよかったけど、T スピンダブルにした。なるほど。どうだったかな ?T スピントリプルにしてから、TD アタックにした方が良かったかもしれないですね。火力効率的には。ただし、T スピンシングルにしてから、アイミノ、エルミノまでのホリレンのルートに対して、相手も結構繋がる。S ミノまでの8連。さあ、どうだこれは。相手がまとめ打ち体制で、テトリス完成されてからの健康を、で、テトリスをしっかり操作されて、操作当てられて、TT アタックで T スピンダブル、T スピントリプルからの T スピンダブル。さあ、ちょっと、あいみの間に合わなかったか。ちょっとそこ間に合わないと辛いが。なんとかテトリスまで間に合う。テトリスまで間に合って、T ミノ、おっと、3ライン消しが絶妙的だ。T スピンダブルで総裁を当てたかったけど、相手の今の3ライン消しの攻撃がちょっと絶妙でしたね。
屋根をつけると、その地味な攻撃が刺さってしまう形で、結果的にはいい攻撃だった。さあ、開幕を置きミスしたけど、STSD リカバリーして、アイミノから、T スピントリプルまで伸ばして、しっかり火力を作っていく。最低掘っているが、どうだ？ちょっと地形怪しいけども、しっかりテトリス間に合わせて、なんとかなる。直列までたどり着いて、T スピンダブルでしっかり圧損されてるんで問題なさそうですね。さあ、T スピンこちら作って、相手も T スピン作って、T スピンダブルから、3雷消しで1回削ってってから地形平らにして、T スピンダブルからテトリスのマートウィッチ体制に対し、こちらは、若干掘りに行ってる感じでしょうか。しかし、ここで直列を引いたので、有利になったかなと思いきや、てか、まあ、有利ではないかな。相手もまあ、全然地形的には余裕あるんで。さあ、操作、強気な操作やでしから、T スピンダブルテトリス送る。しっかり、操作やっててますね。さあ、アイミノ間に合って。おっと、エルミノの置きミスしてしまう。痛い。エスミノの回転でいいけど、刺さってしまうか。火力でしっかり、とがめていきましたね。まあ、速攻屋根つけて、エスミノの回転入れまでは良かったけど、まあ、相手の火力がもう、間髪入れずに火力を送ってきて、結果的に刺ってしまいましたね。さあ、非常に、長い試合というか、このセット長すぎる。長すぎるし、もうなんか、ワンミスがもう圧倒的な致命傷になるような、そんな試合でしたね、これは。非常に熱い感じだった。さあ、ちょっとコントローラーバグってしまった。なんか、コントローラーが動かなくなってしまったぞ。さあ、あまりにもすごい試合で、ちょっと、コントローラーが動かなくなってしまったが、まあ、非常に熱い試合でしたね。はい。じゃあ、今日も、皆さんご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。コントローラーが、ちょっと表示されてしまう。はい、まあ、お疲れ様でした。ぐだっちゃったな、最後。